そもそも君たちが投資をしてうまくいく確率は低い。お金は、お金をたくさん持ってるところに集まるか。お金はお金が好きだからとかよく言うんだけど、投資金額が1兆円の人と10万円の人が戦ったら10万円の人が確実に負けるわけです。だって10万円持ってる人はそれこそ山のようにいるわけじゃない?でも1兆円持ってる人はほぼいないわけじゃない?普通に当たり前の競争原理で考えればわかるんだけど、10万円持ってる人はたくさんいるから、その人たちの競争になるわけです。10万円しか投資できない人が、10万円しか投資できない人たち の間で争うわけじゃないですか、有望な投資先があったとしたら、ということは有望な投資先っていうのはお金が集まるんだったらどんどん金利を下げていくわけですよね、理論的には、お金集まりやすいから。だから銀行とかって金利が低いわけですよ、銀行預金っていうのは誰でもできるから、別に10万円だろうが一口5000円だろうが銀行預金でできるわけじゃない、だから金利がめちゃくちゃ低いわけですよ、だけど100億以上持ってる人しかできない投資ってなったら、100億以上持ってる人は少ないから当然条件も良くなるわけです。簡単に言うとそういうことなんです、だからそんなあなたたちが、この YouTube チャンネルを見てるほとんどの人たちが、は負けるんです。養分なんですよ、その人たち。お金ってお金でしかないから、色はないから、100億円持ってる人が持ってるお金と10万円持ってる人が持ってるお金は同じ色なんで、同じものなんで、ガチンコでそこは競争するわけじゃないです、そしたらそれは100億円の方が強いんですよ。ってことは絶対負けるわけです。やると損なんです。もちろん投資なんで、たまたまビットコインが爆騰する前にたまたま買ってて高値で売れたとするじゃん、それはもう偶然なんだけど、偶然勝てることはありますよ、宝くじと一緒で、だけど、まあ、そんなもんだよねっていう、投資じゃないよねそれはっていう、ほぼ負けるよねみたいな、だからやんない方がいいですよ。だからそういう人たちが唯一自分が持ってる少額のお金をで勝つ確率を高くしようと思ったら、それは自分に投資をして自分で事業を始めるのが一番効率が、なぜなら、まずそのやる人が少ないからね、自分で事業を始める人が少ないから、絶対数が少ないんで、お金持ちの人って自分でやんないから、あんまり何百億も稼いじゃった人は別に自分でやんなくていいから。だけど自分で動ける人っていうのは意外と少ないので、希少価値があって、だから勝つ確率が高い。だからそのなんか100万とか200万みたいな小銭で投資をしたいとかって思ってる人は、まず自分で事業を始めるのが一番いいっていう、結局そういう結論になっちゃう。